大谷さんに一番に憧れてゼロワンを選んでるので、今僕らリアルゼロワンと栃木プロレスの2つにちょっと分かれてる、そういう状況でベルトが取られてしまって、僕が一番に行くべきなのかな、新しいゼロワンなんだっていうのを見せたいですね。靖国の大会はリアルゼロワンっていう方、今僕らリアルゼロワンと栃木プロレスの2つにちょっと分かれてるっていう状況なんですけど、僕が唯一そのリアルゼロワンと栃木プロレスの両方にこう、まあ自分から言ってることなんですけど、僕は両方にいるつもりであるっていう、まあその上ベテランと若手の構想とかあんま興味なくて、僕はただいろいろ自分がやりたい方向に行ったら、そのやりたい方がリアルゼロワンで、でも僕栃木に今住んでて、はい、で両方を行き来してるのって僕だけなんで、そういう状況でベルトが斉藤明俊選手に取られてしまって、若手ももちろんみんな反応してきましたけど、どちらのゼロワンにもいる僕が一番に行くべきなのかな。そうですね、やっぱり大谷さんに一番に憧れてゼロワンを選んでるので、はい、まあ、他のみんなももちろんゼロワンに対する思いっていうのはあると思うんですけど、まあ、実際一番その若い選手の中では行動的になってるのは僕なんじゃないかなって、そういう面でそこには自信を持ってベルトに挑戦するのは自分しかいないっていうふうに思いましたね。ちょっとプロフィール的なところを恐縮ですけど、はい、さらっていくと、大谷さんとは同郷であるという感じで、はい、山口県の山口市で、はい、やはり大谷さんに憧れてプロレスラーを志したという感じなんですか。そうですね、僕中学生の頃に大谷さんがたまたま公園で、はい、いじめ撲滅、大谷さん今でも僕らやってる活動なんですけど、はい、その公園で僕が通ってた中学校に講演会に来られて、その時に初めてこう生のプロレスラーに出会って、それが大谷進次郎だったって。もともとプロレスはちょっと知ってたんですけど、はい、やっぱ生で初めて会うレスラーっていうのにちょっと感動して、そこからちょっと憧れをすごい抱くようになりましたね、プロレスラーに。実を言うと僕が一番最初に映像で見たプロレスっていうのはノアのプロレスなんですね、はい、昔このジータスでやってたノアの試合をたまたま僕家でテレビを見てたら映って、それを見た時になんだこの人たちはっていう、でっかくてもうムキムキな男が戦ってるっていう、こんなすごい人たち世の中にいるんだなっていう、まあ、ノアというかチームノアっていう、はい、そこで大谷さんが、まあ、大谷ゼロワンの象徴でもある世界ヘビーを取りに行くっていうシチュエーションになります。これもすごい数奇なというか、はい、そうですね、はい、僕もその挑戦に名乗りを上げて今こう振り返ってみると、あ、そういう本当になんかプロレスの運命的なものをちょっと感じるなというか、ゼロワンに入ったこともそうですし、うん、このチームノアと対抗戦をしていることもそうですし、それこそこのチームノアにいる人たちも、僕はその実家の山口で映像でずっと見てる人たちばっかり目の前にいて、十何年前に見てた人たちと今になってリング上で戦ってるっていう、やっぱりちょっとなんか運命を感じるし、でもそれだからこそちょっと僕が勝たなきゃいけないなと思ってます、うん、昔の映像で見た時ものすごい怖い人だなっていう感じ で実際会ってみて、もう目の前で見て、いやもうなんか想像の倍ぐらい体とかでかくて、これはちょっとやっぱりヘビー級にで主戦場でずっと戦い抜いてきた人って、こんな雰囲気でこんなでかいもんなのかっていう、はい、それこそ僕はずっと見てる側だったの、その映像とかでずっとずっとそれこそ斉藤選手も見てたんですけど、はい、やっぱこのすっげえなって、やっぱノアの選手みんなでかい人ばっかりで、まあ、最初は本当にそのでかさ
に圧倒されたんですけど、まあ、僕もまあゼロワンで戦ってきた人間なので、そこでは、はい、体の大きさだけじゃないってことも知ってるので、はいはい、気持ちは負けてないつもりなので、そうですね、でもまだまだその完璧な状態ではなくて、ずっとその靖国挑戦表明して以来以降ずっと考えてはいるんですけど、まあ、でもちょっとずつですね、いろんな人に相談したりしつつ、斉藤明俊を倒すためにはどうしたらいいのかっていう、やっぱりそんな気持ちだけで勝てるとはもう僕も思ってないので、やっぱりテクニック的にも経験値ももうはるかに違うので、僕は気持ちとそれにプラスした何かをもう 2,3 乗せないといけないと思ってるので、やっぱりこうゼロワン、今のゼロワンっていうものをあの見せたい、ノアのお客さんにもその戦う斉藤選手自身にも、あのおそらく昔のゼロワンのことももちろんあの斉藤選手は知ってると思うので、僕がこのコロナ以降のゼロワンで生まれて、はい、そこで培ってきたものを斉藤選手とノアファンの方に見せたいですね。これが今のゼロワンで、これが今の長尾さつきという選手なんだというのを見せたいですね。多分世界ヘビーも挑戦は初めてですね。かつしかもそれが対抗戦を戦っている敵地の、はい、しかもメインイベント、はい、このシチュエーションについてはいかがですか。最初は僕もちょっとその敵地のメインっていうので、うん、やっぱりプレッシャーというか、うん、ちょっとだけメンタル的に来ましたね。ちょっといつもの試合以上に、はい、もう試合もう1ヶ月以上前とかだったんですけど、ずっとドキドキしっぱなしっていう感じで、でも負けられないなって、そこも他のカードもあるけど、やっぱりメインに立たせてもらうわけなので、それにふさわしい戦いをしたいと思ってます。栃木とリアルの間にいるっていうさっき話したんですけど、ベルトを取ったら僕がその2つの間にいる人間で、その2つの架け橋になりたい、まあ、あの身内のことなんですけど、やっぱりあの一緒に戦っていきたい、デビューした時やっぱり一緒に同じ一つのゼロワンとしてやってたので、僕はこの2つの栃木とリアルをつなげるための接着剤みたいな役割にでもなれればなと、リアルにいるですけど間に立って僕がその真ん中からゼロワンのトップを引っ張っていきたいっていう思いですね。その接着剤とおっしゃいましたけども、はい、そのチャンピオンになることで長尾さんが、はい、気持ちを、はい、みんなの気持ちを一つにできればなと、うん、でもトップを引っ張っていくのは僕で、でかつ、まあ、若手なのでまだまだ世代交代もそこで一気に宣言してしまいたいと、もう今こっちの時代なんだっていう、もう一回一つにした上で新しい時代に塗り替える、はい、そういう形、メンバーは変わらずとも新しいゼロワンなんだっていうのを見せたいですね。4月27日横浜ラジアントホール、世界ヘビー、必ず一発でチームのあの斉藤明俊選手から僕がベルトを取ってゼロワンの新時代を見せたいと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。4月27日土曜日、リミットブレイク横浜ラジアント大会はレッスルユニバースで独占生中継。プロレス動画配信サービスレッスルユニバース、 DDT プロレスリング、プロレスリングノア、東京女子プロレスに加え、頑張れプロレス、一読プロレス、リアルゼロワン、仙台ガールズプロレスリングなど、たくさんのコンテンツが月額1298円でいつでもどこでも見放題。継続会員には嬉しい特典も。新規登録1週間無料トライアル実施中。プロレス見るならレッスルユニバース。